はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今週もやっあれテンション低くないですか。おはようございます。おはようございます。今週もやってきましたモーニングギルド、俳優のトイスです。はい、自由人になりたいけどがんじがらめティースパイスです。花江の直樹です。おお今週のゲストはなんと、はい、2012年のミスインターナショナル世界大会で唯一日本人初の優勝を果たしました吉松郁美さんです。よろしくお願いします。これなんですか、日本初っていうのは、はい、もうすごい長く続いてる歴史的なやつですよね。そうです、ミスインターナショナル自体がもう歴史的に、まあ、65年くらい、それ以上あるのかな、今ちょっと分かんないんですけど、それでまあ今まで歴史の中で日本人が優勝した、世界一になったっていうのは私だけっていう、すごい、はい、頑張りました。はい、何よりも僕はいつもここに誰かいるんですよ。で、ゲストの隣初めてなんですよ。60何年に1人の逸材と隣になれたっていうこの充実感。やっぱり日本人が世界の頂点になるっていうのはなかなかやっぱり難しい、うんうんうん、やっぱ国民性的にもちょっと控えめだったりとか、うん、グイグイ出るタイプじゃないから、あとやっぱ英語でディベートしたりとか、ミスインターナショナルって結構3週間ホテルで滞在して一緒にこう行動していくんですね。でその審査員が常にこうチェックしてる私たちの行動を、普段も24時間、だからもう遅れてくる子はマイナス点がつくし、あのディベートで発言できない子にもちゃんと点数がつくし、でもプラス発言できたら点数が加算されて、その3週間の総合得点をあの皆さんがよくテレビで見る、ミスジャパンって言って優勝みたいな、あのステージあるじゃないですか、華やかな、はい、あれは最後の最後の1日だけなんですよね。でその総合得点を持ってプラス、まあ、ウォーキングだったりスピーチだったり、まあ、その自分のプレゼンテーションを競って点数化されて一番多かった子が優勝するっていう。すごい、自信あったんですか。いやもう自分を信じてたんですけど、うん、周りからはもう誰にも世界一になるって言ってても、うん、いやいやいやって感じでしたね。だっていないんですもんね、今までヒストリーね。まあ、そうですね、かつ日本で大会があったので、うん、日本人、日本だった、そうそうそう、沖縄で、だから日本人がやっぱりこう日本を応援、露骨に応援することってあんまりしないから、うん、結構厳しいとは言われてました。逆にコーチたちからは 100% じゃなくて 120% 頑張らないといくのはちょっとミスジャパンだから厳しいよって逆に。なるほど、でもそこにたどり着くまですごい大変なというか、そのバックグラウンドがあるんですよね。はい、あります。なぜ私がミスコンの世界に入ろうと思ったか、聞きたい聞きたい。あのそう、はい、もうお別れの時間ですよ。もうお別れの時間なんですよ。はい、早い、やっていますこれで4分なんで早いんですよ。早いんですよ、でもあの美しくなれるとっておきのアイテムも次回紹介するので、うん、いいですか、はい、すごい、はいはい、楽しみにしておいてください。嬉しい。ちょっと時間来ちゃいましたけども、はい、では来週も郁美ちゃんと一緒にやってきます。はい、それでは、これ朝の番組なんで、はい、皆さんに一言お願いします。はい、皆さん今日も笑顔100点満点で一日を楽しんでください。 Have a nice day! See you next week! Bye bye!